お父さんです。これ多分雪がこの間に細めて今自転車がスタンディングしてる状態です。ちょっと見て、ぐるっと一周見て、ここに注目、ここに注目。タイヤを挟んであったら自転車がスタンディングしてるっていう状態です。今日自転車新しくなって初めて乗ります。で、初練習を今からやっていくんだけど、雪がすごい。で、雪が入ってる。ちょっと視聴者さんにアドバイス、お父さんができるとしたら、うん、こういう乗り換えたり伸びしろがなくなってスランプになる人で、うん、がおるんよ。ほう、もう上手くならないっていうか、まさまさチャンネルさんじゃないけど、最近伸び率が悪くなったとか、なんかぐちっとっちゃったけど、そうなん、うん、だけどこうやって乗り換えたり、また車両が違うわけじゃん、気分は変わるよね。なった時にまず何からやるかって言ったら、ほい、もうゼロからスタートです。こうなったら、でスランプになったりしばらく乗ってなかったりした時に再開する時は、まずは、はい、じゃあスタンディングからよろしくお願いします。お願いします。これ外します、これじゃ絶対にズルなので、とりあえず最初はこういう感じに挟まるところがいいです。こういうところ、さっきの自転車だって自立しとったでしょ、ここにちゃんとグッと挟んでやって、まず挟まるところからやりましょう、トライアル。じゃあ最初から、今日初乗りです、はい、この自転車に慣れるためにもまずスターティングから練習しましょう。いい感じだね、はい、じゃあスターティングの練習雪がでかくなってきた。で、この状態ができたら、手を離してみます。そしたら今度はスタンディングした状態でサドルに座ってみましょう。せっかくサドルがあるんだけど、その状態でサドルに座るって立ち上がる。座る、立ち上がる。ゆっくり座ってゆっくり立ち上がる。今度の自転車はサドルがあるって。サドルに座りましょう。サドル、はい、必要ないけど一応サドルは残しておきましょう。で、これでちょっと車両感覚ができ、慣れてきたら、今度はバックしてみましょう。この状態からできるかな、とりあえずこれ、あ、そうじゃない、逆回転させて。ほら全然スタンディングできてない。まだ慣れてないんで。そう、できたら1回転バック。分かった。この状態から1回転バック。腕で引っ張ったらダメですよ。腕で引けるよ。1回転ずつやった。フロントホップターンやってみましょう。はい、スタンディング状態から、そしたらシーソースタンディングやってみます。シーソースタンディング。これ。そう。ちょっとシーソースタンディングするときに若干ゆだれがこんな風に上がっていくじゃん。それを防ぐにはジャックナイフしてから。ちょっとこいでやる、ね。ここブレーキ離してからやる。シーソーしていくたびにこうペダルがどんどん上がってくるんで、それが気をつけて、上がってきたら水平に戻す。ブレーキ離す。怖くすぐったいな、雪で。ちょっとこっちは、ここで縛れやろうか。はい。で、シーソーでこう向きを変えてみましょう。カニ移動。シーソーでカニ移動ね。右に行ったり左に行ったり。で、そしたらちょっと小技をやってみたいと思います。じゃあ、フライオフのフローティングターン決まるでしょうか。足が出た。失敗、はい、ターンができるでしょうか。
今はギリセーフ。ガードが当たった。なるべくガードが当たる前に自分がジャンプして、ガードでこじやこじやる。まあ、ある程度慣れてきたら今度はオットピック。あ、今トラが勝負やつ。トラ、トラ、トラちょっと初チャレンジでこのライン、あの基礎テクニック、オットピー。オットピーは巻いてもらえないことでしょ。ちょっと何回かちょっと成功するんだけど、ちょっと雪で濡れてちょっと難しくなってる。そうそうそう、そこみちゃん、じゃあそうそう、そこは違う。綺麗にできたじゃん。うん、ま、万が一のために前に打っちゃう。ずっと取って、うん、多分大丈夫。ゆっくり降りても大丈夫。いけた、うん、今まではあんな降り方できんかったけど、うん、この自転車になったら、うん、おいけた。すげえな、20インチ。じゃあ、さすがにゅう。こういうところは楽しいんだ。じゃあ、持って持って。このようなとは、こういうところが危険だ。一発でいけたな。うん。さすがにゅう。おぉ。そこ？その後が、その後の処理が、ありたくない。うん、20インチだといろいろなことができる。もう一回もさ。まあ、登った先で足が出てくる。うん、お、もう一回行ってない。3回連続行ってますか。それ行った。あら、行けた。おー、行ける。雑じゃけど行ける。雑じゃけど行ける。雑だけど行ける。自分でも雑って分かってるけど。まあ、分かっとんならいい。ほら、できた。うん、できた。ちょっとあと2回ぐらい連続で。そうそう、そうか、足、膝がここにない、外で。その姿勢に持ってきたら、そしたら一番自転車が腰に近づくっていう。内股だったらここでお腹が使えるでしょ。乗った時にこの姿勢なんとしたら絶対受け取る感じだと話してる。そう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 、うん、大丈夫。分かった。こっから登る。やべき、すげえ。こっからは、うん、あ、ポッピングができると無理だな。これこういうポッピングができる。これお、じゃあどん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 助走を詰めていく。部屋の位置はここでした。はい、ちょっとちょっと、はい、ここギア下がっていく。こうやってどん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 助走距離を違う、ギアサイズ下がっていく。あ、ギア、こうやってここが切る。違う違う違う、ギアタイヤの位置はここだ。ここスタート。めっちゃ狭い。どん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 助走を詰めていきます。そうなったらもう帰国庫で行くしかないな。うん、合わせ連携、帰国庫じゃん。ああ。今が失敗。絶対。ほ
いじゃん。引けたけ、またさらにちょっと難しい。これ基礎練習。できることをどん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 難しくしていきましょう。おお、はい、いいじゃん。まあ、一応登れたけ、また詰めます。うん、これできた判定の。あれできた判定。はい。はい、行きました。はい、下手でまたさらに一応相談に近くなリアタイヤを、どん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 リアタイヤを詰める。これアリ？うん。じゃあ。アリならできた、やったぜ。はい。次、うん。フロント、ここに当てた状態からです。わかる？ここに当てた状態からゴール。さらにラインが上がった。それなら最終的にはもうゴールした状態からじゃん。今ここフロントタイヤ、これです。今度フロントタイヤ、ここ。止まってから。そこ。逆にここでバーストの方がきついやん。それも練習じゃん。すごい。もう乗ったらすぐピコピコみたいな。できるかな。緊張感抜群じゃん、これ。あ、いや、最初は出だしは、落としとった。ここね、じゃあ、ここで行きたい。逆にそのなんか無理は。止まれ、行け。そう、惜しい。行けそうじゃん。できそうじゃん。できる、やってみ。こっから、一見ここで止まって、うん、コックと同時にしっかり体さえ入る。できるでしょうか。止まる、いけない。おー、いけた。いけた。アロンアルファ成功。やったぜー。もう一回できるか。やったさー。見ながら怖い。そうこれあり。あり、まあ嘘ちょっとギリセー。リアホックだけ、リアホックだから。パンチラインいけた。これはせこいな。いらんじゃろ、でもあとって何か。こういう姿勢になった時、間違って座ったらここにケツ刺さるけど、気をつける。危険場所だ、これ危険じゃ。じゃあ立っとかんとダメで、間違ってここに座るなら、こう張れる。そうかいいのとかやる。そこでケツ書いたりしちゃダメです。できんけど今。いや、リアホックだけでバラ。リアホックだけでバラ。まあいいか、フロントホックしてもいい。はい、ということで、ああ、こういう時ってやっぱサドルいらんな。こういう時邪魔になるわ。引っかかる。こういう時に足がここに挟まって引っかかるっていう。これ絶対ない方がいい。うん。あってから得するのは初心者だけです。初心者にもあってもいいかもしれません。いや、初心者もなくていいよ、サドル。でも初心者はここぶつけそうになる時はやっぱり。ぶつけそうになる時は。そうか。平地でのスタンディングできる人は今度は、ちょっとフロントタイヤが高い位置でのスタンディングができる。で、高い位置でのスタンディング、ここで1回止まります。で、フロントとしてここで1回止まってスタンディング。そうです。で、今度フロント落としてからも、で、そこ止まる。お、いいじゃん。はい、このフロント下りの時に腕でこうやったらダメ。わかる。で、リアクション。ああ。しっかり膝を柔らかく、重心移動で、フロント。はい、じゃあ次、リベラやってみよう。ただのリベラって、ただ前に転が勝負だけなの。こう、本当に、ブレーキかけたままなんですよ。ブレーキ、じゃけど、前、いや、ふっと前タイヤを潰して、
そらジロー君はダニエルができないんで、ダニエルができない人でも、うん、あの段差を飛び降りる方法が3つあります。うん、とりあえず、まあ、まずはちょっとやるしてよ。やる、はい、とりあえずリベラみたいな、リベラ、リベラ、リベラ、うん、できた。できるじゃん。でも他の方もちょっと自然な感じで来るんです。今から初心者向けの基礎的な動きをやりたいと思います。まあ横跳び降ります。で、今度は今度はカニ移動でこの段差を登る、降りる。うん、得意な方でいいです。どっちでもいい。あの右利きだから右が段差ね。得意な方向でいけ。あのカニ移動でこの段差を登る。うん、はい。そっから。そうそう、降りる降りる。ケツを落として。そうそう。それを横移動で登ったり降りたり。もう一回。でまた降りる。はい、それでできたら今度向き変える。今度逆向き。そうそう、で降りる降りる。ケツを下ろす。あの、コキ入れてありたよね。まあ、コイでもいいけ。とにかく横移動で登ったり降りたり。降りるわ。はい。なんだって。ここでもう少し。いつもよりもフロント立ち上げて飛ぶ。まあ、どっかの話。ほんまウィリーじゃん。しっかり立ち上げる。おお、さっきの良かったよ。うんうんうん、いいいい。おお。体がね、ちゃんとできとった。キッカージャンプ。プレポカップっていうのはガチャガチャってなってもありそうだ。しっかりフロント立ち上げて。あと思う。いいいい、いけるいける。はい。ご視聴ありがとうございました。ここまで来いよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。高評価すごいなと思った方は絶対にしてください。ぜひよろしくお願いします。コメントもなんか作ってほしい動画があったらよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また明日も練習したいと思います。はい、連絡お待ちしてます。一緒に練習しましょう。うん、したい。あの広島市の中でね、絶対に、うん、広島市以外だったら無理です。はい、はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。会いましょう。さよなら。さよなら。